今回は5月4日から開催となるワールドレディースチャンピオンシップサロンパスカップについて語っていきたいと思います。2023年第10戦今大会の開催場所は茨城県での開催となります。まずはサロンパスカップの概要についてですが、今大会は公式戦ということで日本女子メジャーの第1戦目となります。開催日は5月4日から5月7日の4日間競技となっています。賞金総額は1億2000万円、優勝賞金は2400万円となっています。開催場所は茨城県の茨城ゴルフクラブ西コース、全長6780ヤード、パー72のセッティングとなっています。放送配信についてですが、3日目と最終日は地上波でも放送されます。地上波で放送されるのは嬉しいですね。ワールドレディースチャンピオンシップサロンパスカップは1973年からワールドレディースゴルフトーナメントとして開催されました。2008年より公式戦に昇格、メジャー大会となっています。今回が第50回目の開催となります。2021年に西村優菜選手が通算14アンダーで優勝となり、大会トーナメントレコードを出しています。開催場所となる茨城ゴルフクラブ西コースは茨城県にあるゴルフ場です。1962年に開場しているゴルフ場で、箱庭のように美しい林間コースで、フラットな地形と池が絡み、攻略ルートをイメージしていく力が求められるコースとなっています。最終18番ホールパー4はやや左曲がりのホール。各選手がどのようなコースマネジメントでプレーするのか注目ですね。ディフェンディングチャンピオンは山下美夢有選手となります。通算12アンダーでの優勝でした。初日からコースレコードとなる64を叩き出し、4日間首位を守る完全優勝となりました。そして今シーズンスタッツとしては平均飛距離が72位、フェアウェイキープ率が4位、パーオン率が6位、リカバリー率が13位、パーオン時の平均パット数が23位となっています。ドライバーショットの精度やアイアンショットが良く、ショートゲームも上手い選手ですね。飛距離が出る選手ではないですが、ショットの精度や小技で十分カバーできる技術を持っています。前の週のパナソニックオープンレディースでは31位という成績となっています。今シーズンはまだ予選落ちもなく、富士フィルムスタジオアリスですでに優勝もしています。今大会メジャーという大きな大会でさらに連覇もかかっていますからね。どんなプレーを見せてくれるか注目です。続いて個人的に気になる注目選手について語っていきたいと思います。今回は今シーズン調子が良く、そろそろ優勝しそうな選手に注目をしてみました。まずは上田桃子選手。スタッツとしては平均飛距離が31位、フェアウェイキープ率が32位、パーオン率が36位、リカバリー率が6位、パーオン時の平均パット数が1位となっています。グリーンに近づくにつれてスタッツの数値が良くなっていますね。特にパーオン時の平均パット数が1位というのはすごいです。スタッツ的には弱みの部分もなく、レベルの高いプレーができている印象です。前の週のパナソニックオープンレディースは出場をしていませんが、今シーズンは予選落ちもなく、トップ10入りが5回もあり、2位が1回、3位も1回となっています。メジャー大会に照準を合わせてしっかり準備をしていると思うので、今大会では優勝してくる可能性は十分にあると思います。そして佐々木翔子選手。スタッツとしては平均飛距離が86位、フェアウェイキープ率が9位、パーオン率が34位、リカバリー率が9位、パーオン時の平均パット数が4位となっています。佐々木翔子選手も上田桃子選手と傾向が似ていて、グリーンに近づくにつれてスタッツの数値が良くなっていますね。前の週のパナソニックオープンレディースでは25位という成績でした。今シーズントップ10入りは4回、そのうち2位が2回となっているのですが、どちらもプレーオフで敗れ、あと一歩というところで優勝を逃しています。今シーズンは好調をキープしているのもあり、今大会ではメジャーという大舞台となるので優勝を掴んでくる可能性は十分にあると思います。そして岩井千里選手。スタッツとしては平均飛距離が7位、フェアウェイキープ率が70位、パーオン率が16位、リカバリー率が41位、パーオン時の平均パット数が8位となっています。ドライバーの飛距離を武器にアイアンショットやパットでバーディーを量産している感じでしょうか。ただリカバリー率の数値が良くないので、ここを改善できるとさらに成績を出せそうな気がします。前の週のパナソニックオープンレディースでは最終日にスコアを伸ばし4位という成績となりました。今シーズンはトップ10入りが3回あり、そのうち2位が2回あります。どちらも1打差であと一歩という感じでした。
双子の姉妹の岩井明愛選手が初優勝を掴んでいるので、大きな刺激も受けているはず。岩井千怜選手は通算2勝を挙げていますが、メジャーのタイトルは当然狙ってくると思います。調子も良い状態となっているので、今大会で優勝できる可能性は十分にあると思います。そして吉田優利選手、スタッツとしては平均飛距離が30位、フェアウェイキープ率が23位、パーオン率が35位、リカバリー率が1位、パーオン時の平均パット数が33位となっています。リカバリー率1位というのが際立っている感じですね。アプローチなどの小技のレベルはかなり高そうな感じです。あとは全体的にバランスが良い感じに見えますね。前の週のパナソニックオープンレディースでは18位という成績でした。今シーズンはトップ10入りが2回、昨年からシルバーコレクターという感じで、あとわずかで優勝をつかめないことが続いています。あまり目立った感じではないのですが、各試合で最終日に向けてスコアを伸ばし、いつの間にという感じで上位の成績を出していたりします。初日から良いスコアを出していけると、最終日に向けてスコアを伸ばし優勝することができるのではと思ったりしています。この他にも優勝できそうな選手はまだまだいるのですが、とりあえず個人的に気になっている選手をピックアップしてみました。今シーズンメジャーの第1戦目、各選手この大きなタイトルを狙ってきてると思うので、どういう試合展開になるか楽しみですね。はい、今回はサロンパスカップについての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。